ヤナとの魂好みに刻み、マナとの共演、夜明けの光、浮き沈みこの世は乗車必須、されど花となり咲き乱る王家 B-Free。 文化系トーク YouTube グランパンパースです。7月29日ね、フジロックフェスティバル2022 B-First がジョナスブルーのステージにゲスト出演をしたっていうことで、あの公式の方からもショート動画とかで上がっていましたし、行った方のレポートだったりとかいろんなのが出てまして、あの非常に良かったなって思います。で、あの本当に良かったなって思っているのが、まあ、今この日本の感染状況がこんな感じでして、まあ、その感染者数の出し方とかいろんなものに関して私なりの意見っていうのも本当はあるんですけど、専門家ではないのでその話はしないことにしておきますね。で、ジョナスブルーがまずフジロックにまず来てくれたっていうところが、ジョナスありがとうっていう感じだなっていうふうに思ってて、だからフジロックに出た奇跡みたいな感じで思ってるんですね。まあ何しろね、こういう状況だったりするんで、去年はね、あのいわゆるスーパーソニックね、いわゆるまだデビュー前のプレデビュー状態の BE:FIRST がね歌ったところありましたけれども、あの時はまあ今よりもデルタ株が中心でしたかね。だから外国のアーティストとかね、来なかった人もいたんですよ。まあその感染状況があれだったから、まあ仕方がなかった部分もありまして、で特に欧米ではだいたいそのまあ感染症に関する話っていうのも日本とは対応の仕方が違うっていうのもありますけど、とは言ったものの日本にまあ来てくれてありがとうっていうところですね。うん、まあこれに関してはツイッターを漁るといくらでも陰謀論的なの出てきますがね、まあその陰謀論っていうのはその感染症に関する話で、まあいろいろあるんでね、まあ愚痴りたいこともあるんですが、それを言ってもしょうがないんでね。で、その私自身は昨日はあの仕事は休みだったっていうか休みを取ったんですよ。で、なんですけど、まあいろいろとあって、あのワクチンをですね、3回目をあの2日前に打ちまして、昨日はあの腕と背中の痛みとちょっとした発熱で、うん、寝込んでました。うん、だからちょっとね、残念ながらフジロック YouTube でね生配信してるのは知ってたんですけど、ちょっと見ていられる状況じゃなかったんですよね。だから残念ですけど、皆さんのレポートとか Twitter とかを見て、それでまあこんな感じだったんだなっていうのをまあ今見てるところですよ。うん、でもね本当に良かったなって思います。そう、まあ、私自身もねフジロックにはね行けませんでしたけど、ちょうど本当に2週間後ぐらいにあのあれですからね、ロックインジャパンがあって、そうで、その後にサマーソニックがあって、それは参加する予定ですから、まあ皆さんの中にもいろんな意見持つ方がいらっしゃると思いますし、あのこれ自体は本当に私が行動したことですからあれなんですけど、やっぱりワクチンは打ちました。結局のところいろんな意見あると思うんですけど、はい、まあこれは本当に私のね行動なので、はい、っていう感じですね。はい、まあたくさん人がいる中に行きますから、うん、ちょうど2週間ぐらい経った時にあるから、まあだいたい1週間から2週間で抗体ができるって言われてますんでね、まあそういう感じですね。まあ、ただ 1,2 回目よりも思ったよりもね、結構副反応は出ましたかね。うん、背中の痛みがね、あのちょっと背中が痛いぐらいな感じで軽く言ってますが、あの まあまあ痛いっていうか、だいぶ痛かったですね。うん、なんかね動けないんですよ。うん、だからあの要するに YouTube 見るにしてもやっぱり座って見なきゃいけないけど、座ってる状態が昨日のだから8時ぐらいかきつくてね。うん、そうで、あの朝起きてみたら、まあ解熱剤っていうか鎮痛剤も飲んで、朝起きてまあ今はだいぶ良くなったんで、うん、喋ることも今できるんですけど、今ちょうど座ってるんですけどね。そうなんですよ、だからフジロックフェスティバルジョナスがこの感染症の状態で来てくれてありがとうっていう感じだったし、あとあのステージ自体は私は見れなかったけどね、あのスカイハイも来ててすごい喜んでいたし、非常にあのすごいステージだったんだなっていうのが分かります。で、多分ジョナスのファンとかフジロックに来た人たちとかも BE:FIRST を見ていろいろと思ってくれた人もいるんじゃないのかなっていう気がしますよ。いわゆるその、 あのロックフェスっていうか、あの音楽フェスで偶然の出会いっていうのってあるんですよね。あの本当にすごい昔の話で何回か話したことあるかな、
A ネーション ABEX の、 音楽フェスがすごい昔にあってというか、すごい昔のやつに行ったことがあって、その時はあれなんですよ、安室奈美恵さんとか浜崎あゆみさんとかね、あとラッパーのシーモっていう方、皆さんご存知でしょうか。シーモが出るってんで、そこで見に行ってね、結構上の方の席でしたけど、まあ楽しめたんですね。でその時全然知らなかった東方神起がいまして、本当初期の頃ですよ、日本デビューしたばっかりぐらいので、なんか漫画みたいな名前の人たちいるなって思ったり、なんかジャニーズの新しい人たちかなぐらいな感じで思っていたんですが、あ、外国人なんだって思ったり。でその時は要するに韓流って全然流行ってなかったんで、中国の人かなって普通に思ったり、でもいろいろ見てみると、あ、韓国の人で、当時 K-POP って話ないのでね、言葉ないんで、あ、韓国の人で、あ、なんかボーイズグループでむちゃくちゃうまいなって思った記憶があって、それ以来結構東方神起っていう名前自体が気になったんですよね。でその時も知らないボーイズグループで、すごいうまいな、かっこいいなっていう、意外といいなって思ったっすよ、うん、だから今回のフジロックで BE:FIRST を見て、いわゆるそのボーイズグループとか別に興味ないけどみたいな人も絶対いるわけですけど、見てみたら意外といいなって思ってくれた可能性ってありますよね。そう、しかもジョナス・ブルーと一緒にやってるっていうことで、そもそものジョナスのファンとかにとっては信頼性もねあるでしょうし、でジョナスのファンだったら要するにホワイトントビーとジョナスが作った Don't Wake Me Up は知ってるはずですから、それの日本語バージョンなんだなっていうところも分かってくれてると思いますし、はい、だから本当に良かったなって思います。そう、今ちょうどだからね、 Twitter で BE:FIRST フジロックとかで見てるといろんな反応がありますよ。例えばジョナス・ブルーで NEXT BTS みたいな感じのアイドルが一曲決めて去っていった、もう少しやらせてあげたくなったよみたいな感じのことを言っていたりとかね、そんなこの人たち何者みたいな感じのそういう話とかもたくさんあったりとか、そんなのがねたくさんあるということで、当時視聴が7万人だったっていう話だったりとか、 YouTube の方ですかね。だから非常に素晴らしいことだと思います。うん、でなんかね、ショート動画の方で上がっていた BE:FIRST を見ると、なんか余裕とかももう出てきたなっていう感じがするし、ソータくんの陽キャぶりが非常にいい感じで可愛かったんですが、ショート動画の方、ジョナス・ブルーのやつでフジロックの公式で上がっております。リンクも貼っておきますんで概要欄に。ジョナス・ブルーとっても優しそうですね。大物なんだけれども優しそうっていうか、でもなんか外国の方だからね、年上に見えるけど、あとスカイハイが若く見えるせいかもしんないけど、ジョナス・ブルーってスカイハイの2、3個年下なんですよね。うん。まあでもすごいなと思って、若いうちに世界で活躍してね、うん。っていう感じです。ジョナスとスカイハイもあったんですかね。写真で BE:FIRST と一緒に写っているやつとかありますけど、ジョナスがね、これ撮ったのスカイハイだったら面白いなって思ったり、まあさすがにそこはプロに任せるかな。うん、カメラマンいますもんね。っていう感じのことも思ったりします。はい。まあ非常に良かったと思います。まあ私がね、まあ残念ながら副反応でダウンしていたので、リアルタイムでっていうか、YouTube 見ることはできなかったですけど、皆さんの反応とかを見て良かったんだなっていうふうに思いますので、はい。その分、あと私は、ロックインジャパンと、それからサマーソニック、まあ、体調を整えて、はい。ワクチンを打ちましたけど、体調を整えてね、うん。それで行ってくる予定でございます。はい。それから今日ね、Twitter ジャックというものが、ありまして、BE:FIRST の方で供給がとてもたくさんありますね。で、しかも今日の21時から新しい、いわゆるスクリームの供給があるということだったりするわけなので、それも楽しみですしね。そう、BE:FIRST が公式ジャックしますっていう形で、1分10秒ぐらいの、ショート動画と一緒にツイッターがあります。なので今日はたくさん、ツイッターの画像で BE:FIRST が上がるんだろうなっていうふうに思いますので、で、このショート動画の中でレオくんがね、照れるシーンがあるので、とても可愛いので、ぜひ皆さんも見てくださいという感じです。はい、先ほどのショート動画、ジョナスのショート動画と一緒に、概要欄の方に貼っておきますのでね。はい。で、今現在ですと、まだ公式ジャックしますが、49分前、この動画撮ってる段階で49分前なので、上がってるものは、ようこそ猟奇サファリパークへっていうところですね。あ、りょうきくん、あれですね。ちゃんとプードルのね、絵文字使ってますね。りょうきさわりパークっていうね。あ、そう、りょうきくんが、しましまの服着てるからかな。うん、っていう感じかなって思います。これどこなんだろうな。フジロックのとこかな、これ。わかんないけど。
まあ、わかんないですけどね、うん、はい、そんな感じでいろいろありそうなのでね、また楽しみに待ちましょう。はい、そしてまあ、ワクチンに関して打つ打たないは皆様の、ご判断ということにはなりますけれども、いずれにしても本当に体調に気をつけて今のこのご時世乗り切っていくっていうのは、それは共通していることですので、はい、そんな感じでね、暑さもありますから、ぜひいろいろと頑張って乗り切ってまいりましょう。はい、ではよかったらチャンネル登録お願いいたします。では失礼いたします。言いたいことは今日言っておく、グランパンパースでした。果てしない空